これはアオウミガメじゃな。それではこのままウミガメたちを紹介することにしよう。ウミガメは世界中の暖かい海で暮らしておる。ウミガメはお魚たちとも仲良しなのね。手と足が泳ぎやすいような形になっているのがわかるかな？ボートを漕ぐオールみたいになっているんだね。ウミガメは赤ちゃんの時は体長5センチくらいしかないのじゃよ。じゃあこんなに大きくなるにはどれくらいかかったのかしら？10年から20年くらいかかると考えられておるが、広い海の中で暮らすウミガメの生活については調査が難しく、分かっていないことがたくさんあるのじゃ。甲羅が重なっていて綺麗な模様のあるのは体毛じゃ。優雅に泳ぐウミガメたちは今数がどんどん少なくなっておる。人間の都合でたくさん捕獲されたり、子ガメを産む綺麗な砂浜が少なくなったりしたためじゃ。ウミガメがいなくならないように考えていかなきゃいけないね。